武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学政治経済学部の数学の2017年の入試について話していきたいと思います。こちら時間が60分で配点が70点ですね。で、大問4つ出題されております。で、2017年の特徴としてはこれまで出ていていなかった小問集合が出題されるようになりました。で、小問集合自体の問題数は4題だったんですが、で、もともと早稲田の政経は時間がかなり厳しい試験なので、その中でさらに小問集合で問題が増えたということで、ちょっと、さらに時間がきつくなったかなという形ですね。で、問題そのものの難易度自体は割と標準的で、マーチでも対応できなくはない問題も全然出ています。ただ、全ての問題解けるようにしておこうという形であれば、やはりその総計レベルまでの参考書をしっかりやっておいた方がいいかなというふうに思います。で、年度によって証明だったり、が出ることも、ありますが、まあ、多い時は 2台程度、少ない時は本当にゼロの時はゼロ、図示問題も含めてですね。なので記述の対策もしっかりやっておきましょう。で、まあ、根本的にはここに関しては時間内に終わるかどうかっていうのが一番重要にはなりますので、まずここの問題を触れてみて、で、何分でまず終わりきるのかと、まあ、全部完答するってまでいけなくても合格点取る必要なところ解き切るまでに何分で終わる、60分でどこまで終わる、で、それプラスじゃあその中でどんだけ取れてるのかってことですね、を意識して学習することを心がけておきましょう。もう時間内に終わらないやり方っていうのはやはりどうしてもここだと、点数が稼ぎきれないので、まあ、スピードを意識した学習を心がけてください。以上が数学の勉強となります。